皆さんどうもこんにちは、グレイブです。節分イベントが今夜ね、2月3日の12時から4日のね、はい、まあ1日とちょっと半日かな、1日と半日だけ開催ということでね、期間限定のイベントが来ております。で、はい、チャレンジやゲームの宝箱の中から何これ、方位磁石スキンが手に入る、はい、方位磁石のスキンが手に入るみたいですね。で、百サバマップにて、恵方の方角にはたくさんの丸々が配置されているぞ。なんだろうね、はい、何が隠されているんでしょうか。おそらくね、はい、幸せの予感がする宝箱ではないのでしょうかっていうのでね、はい、次がね、節分イベントに節分じゃんけんや節分ランが期間限定で登場。これはね、期間長いですね。1週間ね。だいたい1週間ぐらいあります。で、過去登場した豆まきスキンも登場ということでね。はい、復刻のスキンも来てるみたいですね。今回はね、てんこ盛りということで。で、スキンショップリニューアル。はい、これも、スキンショップリニューアルしたので、後で見ていきましょう。ということでね、はい、1111万ダウンロードフェス。はい、突破フェスはね、自分690位ということで、エンジェルタクロ2体手に入れることができました。ありがとうございます。はい、それではね、青鬼感染に感染したのでね、最初はね、青鬼感染からやっていこうと思います。おっと、これはなんだ、タクロに変身できるのか。はい、節分イベントということで、鬼は外福は内ということで、なんとね、私は豆まき側になるみたいですね、どうやら。いや、これ意外だな。節分イベントなんだかんだね、ちょっと忙しくてね、毎年毎年やれてないことが多かったんですよね。今年実は初めてなんじゃないかな、本格的にやるのが。いや、これ嬉しいですね。ってことで、はい、そろそろ始まるかな。プレイヤーさんが続々と入ってきております。お、なんだこれ、新スキンだね。新スキンがあるね、これ。これ見たことないよ、まだ。すごいな、これ。ってことで、はい、やっていきたいと思います。でかっ、ちょっと待って、でかい。どっちが鬼だこれどっちが鬼かわかんないぞ。めちゃめちゃでかいね、これ。これはびっくり。さあ、早速青鬼をやっつけていきましょう。すごい、鬼は外すごいことになってる。鬼がどんどん倒れてってるよ。うわー、すごい、これはすごいな。もう見た目じゃない、もうなんかもうすごいね、これ。すごいしか言葉がね。さ、どんどんちゃっちゃと倒していきましょう。ちゃっちゃかちゃっちゃと倒していって。宝箱がないね、こう見たらね。宝箱がない。あれ、どこだ、宝箱。ないのか、やっぱ。ないよね、やっぱり。あれ？ないのよ。本当にないの。なさそうだね。おら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 。やっつけろ、やっつけろ。おらおらおら。これは、下に行こう。下に。おー、倒せるか？倒したのか、今のは倒したことになってるのかよくわかんないんだけど。はいはいはい、倒していこう、どんどん。うわ、ここすごい渋滞してる。渋滞、鬼の渋滞だ。さあ、全員やっつけて、ちゃんと倒せるかな。倒せるかどうか不安。ん？あれも鬼か。今一瞬広し鬼じゃないね、あれは。ヒロシは鬼じゃない普通の人間だ。豆まき仲間が来てるぞ、これ。豆まき仲間が、これ上の方からも青霧が来てるね。おい、ほい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 。あー、ヒロシがいっぱい倒してくれた。さあ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 、すごい、もうなんかね、プレイヤーかね、ボットかの見分けがつかないね、これ。ほんとつかないでね。当たってるようで当たってないんだよね、全然ね。すごい、なんか当たってるように見えてるんだけど、全然当たってない。あ、たけし、
男三人衆が募ったね。男三人衆が募りましたね、これ。すごいな。みんな上に行っちゃったよ。上に行っちゃった。あと二人、あと二人、一人はいた。こっちか。いないね。もう、これ、明らかにあれだね。わかりやすいね。どこに誰がいるかとか。どこに、あれ、あと一人どこだ？ん？あ、そこか。あ、でもこれ、あれか。この鬼たちが、こういうわちゃわちゃしてるんだ。ってことで、はい、終わりましたね。結果56人。いや、80人いたかったけど、マップ的にもちょっときつかったね。ってことで、今度はね、普通の鬼側鬼側でやっていこうと思います。はい、続いてはね、プレイヤー側でやっていこうと思います。はい、プレイヤー側でやっていきますけど、これ、ブルーオーラがね、どこにある？これ、ブルーオーラどこを燃やしてんだ、これ。腰あたり燃やしてますね、これ。さてさて、これ、鬼は？あ、入れる。入れるんだ、これ。入れましたね。うわ、宝箱めちゃめちゃある、ここ。うわ、ちょっと待って待って待って、いっぱいやられた。ちょっと待って。いっぱいやられたんだけど。とんでもねえことになってるよ、これ。見づれえ。すごい見づらい。でもオーラがあるおかげでね、自分が大体どこにいるかがわかるんだよね、これね。宝箱がここに密集してるね、そして。ここにめちゃめちゃ密集してる。残り5人、もう5人。早いな。さあ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 。ここを開けて。めちゃめちゃ宝箱取ってます。あ、レアスキン獲得。これ生存するともらえるスキンみたいだね、ほら。生存に成功するとスキンが手に入りますって感じ。じゃあ、生存成功のために頑張っていこうか、これは。頑張るしかないよね、これ。さあ、鬼が2体来てる。鬼が2体来てるけど、いけるかな、これ。怖い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 。めちゃめちゃ鬼いる。ちょっと待って、この二人も鬼か。ちょっと待って。鬼がここまで来てると思わなかった。自分が鬼なんだからさ、ちょっと言ってることがめちゃめちゃになるよね、これね。これからは、たけしにか、ちゃんとそれぞれの名前呼ぶようにします。鬼は鬼同士触れても死なないんで、さすがにそんなことあったら、当てたまるか。これはドデカスキン判定なのかな？どうなんだろうね。ドデカスキン。ドデカスキンの判定なのか、これ。超ドデカスキン。でかすぎるもんだって。怖いよね。自分がいざ、もうでかい鬼になってみると、めちゃめちゃ怖い。青霧がこれ、あ、もう来てますね。下から。下から来てるっぽい。下から来てるっぽいので、さあ、ここ。開けて、めちゃめちゃスキン手に入れてる。めちゃめちゃスキン手に入れてる。これ、重複するのかな？もう、一回勝利につき一回みたいな感じなのかもしれないね。なんかそうっぽいもんね。いや、鬼が来たらちょっと反射で逃げちゃう、これ。ほら、鬼が来たらなんかね、うわ、鬼だって思ってね、カーソルが勝手にもう逃げちゃうんだよ。そう、鬼が来てるぞ。おーおーおー、すごい動きしてる、すごい動きしてる、すごい動きしてる。ちょっと待って待って。うわー、怖えー。今よく避けれたなって自分で思いましたね。さあさあさあ、おお、危ない危ない。あそこまで入られたら危なかったね。プレイヤーさん、みんな下に行ったみたいですね。おお、あなたもよく顔したね今。さあ、めちゃめちゃ見づらいぞ。自分のブルーオーラの、ここのブルーオーラの部分をね、よく見てから見ようにしましょう。どこで喋ってるかが分かんないよね。
オーラが喋ってる。ブルーオーラ、ブルーオーラのところが喋ってるよ。見てみたら、おお、ぐしゃ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 してるこれ。待て、超ぐしゃぐしゃしてるよ。あ、勝てましたということで、はい、ありがとうございます。それでこれで、はい、できましたね。入手できました。青鬼コンパスですね。お、これ重複するっぽいってことで、スキンチェンジしたので、はい、スキンチェンジしたスキンを使うことができますね。これで青鬼コンパス、コンパス、コンパスめちゃめちゃコンパスゲットしてるってことでね、はい、青鬼コンパスのねスキンを使って最後一戦やってみようと思いますと思いましたけどね、はい、反映されませんね、まだねってことで今回の動画は、はい、ここで終わりたいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。バイバイ。